4月25日から26日にかけて政府庁舎でトランスアルタイ持続可能性に関する対話国際フォルムが開催されました同フォルムはモンゴル国会米国のスタンフォード大学韓国のバン・ギムン財団の共催により持続可能な開発目標16「平和正義強力な機構」をテーマに2日間開催されました 同フォーラムに、ザンダシャトル議長、バンギムン、バンギムン財団、立地長権、第八体、国連事務総長、モンゴル公式訪問中のヌルランベック、シャキエフ、キルギス国会議長が出席しました。また、リュジラクシャンドル、ハンガリー国会副議長、ラフメトワ・アセム・カルシュバイは、カザフスタン国会上院議員兼カザフスタン・モンゴル有好議員連盟メンバー、 ジウクシンスタンフォード大学アジア太平洋研究所センター所長兼韓国研究プログラム所長など11カ国から300名以上が参加しました残存トルり長は今年のフォルムで議論された問題と変更の特徴について説明しました持続可能な開発という世界目標の実施は多くの要因により遅れています 気候変動新型コロナウイルス価格上昇エネルギー危機国際的な不安定など多くの課題や困難が存在しますしたがって基本的な要素である平和や正義が優先されるべきです同目標を達成することで世界が直面する課題を克服し問題を解消することが最優先に議論されています アルタイ族のルーツである言語歴史文化によって結びつけられた私たちの教室の価値観は協力の対話を保障し持続可能な開発に向けた世界的な取り組みに貢献します」と述べました。